はい、こんにちは、勝俣博物館です。ゲームをするときは画面に近づきすぎないようにしよう。やばい、カメラが。遊びたいモードを選んでくれ。はい、ということでカードが出てきたぞ。カードの取り忘れに注意してくれ。続けてカードを手に入れるにはコインを入れてくれ。今日は何をやるかといったら、カードはね、カードをスキャンして強くて敵がファイトポイントが稼げる方がいいんですけど、ちょっとそればっかやってるとつまんないので、ここはエメリウムスランカーを使いたいから、ゼロさんだな、ゼロさん、ゼロさん成功。よし、行こうぜ。とパパ、カードがない場合はボタンを押してスキップしてくれ。スキャン成功。ウルトラセブン、オールクリスタルカードをセットしてくれ、はい、これでまあエメリウムスラッガーになると思うんですけど、こちら今日はエメリウムスラッガーとベリアルで、ウルトラマンジュードトライスラッガーへとなるみたいなので、とりあえずフュージョンアップしてみます。フュージョンアップ、使用するカードをスキャンしていく。スキャン成功。さあ、それではカプセルを置いていきます。ウルトラカプセルをスキャンしていく。うわ、来たー、すげえ。さあ、出てきますよ、確認の画面で。バトルでフュージョンライズ。はい、はい、これね、面白いね。カプセルミッション星4つです。うわー、本当だ、強い。12でいけるかな、レベル。はい、けそう。連打してパワーをされるんだ。マジでやばいね。
はジョジョ見て相手にダメージを与えたぞ。すげえかっこいい。やべえ、デタイを同調し、サポート発動。これはいいですね。でこのエメリムスラッガーの必殺は溜まったままだから、これかなり勝てる確率上がりましたね。いやこれは本当楽しいわマジで。バトルリザルト。ここまで昔のカードが生きたゲームってありましたかね本当に。データセーブ中だ。オーブクリスタルカードは動かさないように。セーブ完了。そしてカプセルも。あら。ああ。レベル1から2は10ですね。データセーブ中だ。カプセルは動かさないでくれ。セーブ完了。上がるかな。まあちょっとこれでもレベル6でスキル解放ってのがどんなのか見てみたいので、セーブ完了。ちょっとベリアル育てたいと思います。ということで今育て中なんですけど、ベリアルのカプセルをここで、あ、ここで来てくれるんだね。いいね。ボタンを連打してパワーを借りるんだ。自分の必殺が溜まってなくてもなるんですね。これ角ない方がかっこいいですよね。相手に大ダメージを与えたぞ。おーすげえ。相手の攻撃が来るぞ。ボタンを同調視してサポート発動。やはり防御成功。相手の必殺技が来るぞ。タイミングよくボタンを押して攻撃が防げるか。あれもう必殺技やばくない。スタート。
いいぞいいぞパーフェクト。やばくないこれ。ああまあギリギリ大丈夫って感じですね。シャオーラムンムン母体の同調システム稼働と発動。左防御戦闘うわ1058すげえ食らう。やばこれやばいんじゃない。気をつけろ。これいけるんじゃない？ギリギリ。これをパーフェクトで抑えれば。攻撃が防げるか。スタート。いいぞ、いいぞ。オッケー。さすがに大丈夫でしょう。よし、耐えた。ナイスウルトラマン。これは大丈夫か？次の攻撃だ。勝った。あぶねえ。ラストアタック。よし。最大の必殺技を選んでいた。ボタンを連打してパワーを貯めるんだ。
クリスタルカードは動かさないでくれ。セーブ完了。さあどのくらい上がってくれるか。あ、ゆっくりだな。結構レベルアップしたぞ。まだまだちょっと先が長そうですね。頑張ります。